帰ったね。お父さんに松田のどかさんのサインを。そう、頼まれた。夜中の夜中の2時ぐらいに電話かかってきて、いや疲れたと思って、なんだなと思ったら、あ、ゆうすけかって、あ、お前仮面女子の佐藤奈子ちゃん、かわいいな、かわいいな、サインもらってこいって。明日はなんとバレンタインデー。誰から渡されたんですか、誰から渡された、メンバーの中で。そういうのは何、テレビから回ってるから、見ながら回れたよ。じゃあ、あとなんか、どうじゃあ、お父さんのために彼がどうかされたら、やってそれを送るって感じ。それがね、可愛い、同じもねってね、はい、バカだなと思ったのは、可愛いメンバーはちょっと絡むけど、仮面女子のさくらのどかちゃんってめったに